子どもたちに裁判の仕組みを楽しみながら知ってもらおうと、神戸地裁で今日、実際の法廷を使った模擬裁判が開かれました。この催しは、夏休みを迎えた子どもたちに刑事裁判の仕組みを実際に体験しながら学んでもらおうと開かれたもので、小中学生23人とその保護者が参加しました。神戸地裁で一番大きな法廷内で、裁判官や検察官、それに弁護士に扮した子どもたち、神戸市内の公園の物置小屋が放火されたという架空の事件を審理しました。本件は危険で悪質な犯行です。それにもかかわらず被告人は火を消そうとしていたなどとでたらめな言い訳をして、反省の態度が全く見られません。物置小屋に火をつけたのは、被告人が公園に到着した直前にいた別の男です。ライターだけを持っていたのもたまたまタバコを切らしていたからであって、不自然なことではありません。本番さながらの模擬裁判、審理は進み、子どもたちは話し合いの末判決を出しました。主文、被告人を懲役2年に処する。みんなで、すごい考えて判決しました。被告人とかの意見とか弁護士の意見とかを聞いて、どっちかなって考えるのもちょっと楽しかった。裁判官になれた気分、かっこいいと思う。また裁判所に関する丸バツクイズも行われ、子どもたちは楽しく裁判の仕組みを学んでいました。バツ丸丸丸丸丸